号はアクラビーズをやります。この黄緑があるやつ、緑、あ、黄緑使いたいんだ、うん、黄緑使うやつある、広げてみる、後ろ側にも乗ってるよ。これがビーズの台紙です。台紙、台紙、いろんな形が作れる台紙、台紙っていうのかな。終わった、イラストシート、イラストシートです。アグラビーズの アルストビーズ。じゃあ俺はこれにします、決めた。後ろも見てよ、黄緑はやりたいんでしょ。黄緑も諦めた、諦めた、これにする。それ誰、これ赤い子、うん、あ、タコウインナーだって。タコウインナー、タコウインナー描こう。ママどれにしようかな。このタコウインナーさんは見せてよ、うん、このタコウインナーさんはこのアクアビーズのセットに入っていた、これなんていうんだっけ、すみっこ暮らしのキャラクターみたいです。タコウインナーとトンカ、違う、エビフライ、エビフライのしっぽちゃんだって、しっぽちゃん。あとはここがビーズを乗せるやつです。それにしようかな、ママ。これも決めたかな。ママはじゃあキキララちゃんの、これなんで女の子って何ちゃん、このの、ちょっと調べますけど、この女の子の方やります。これはカードだけ買ったサンリオのシリーズです。いいやつ、うん、いや黒から、まずこうやって台紙にこのトレーにこのイラストシートをセットします。あとはもう始めてる、大吉、うん、ここに乗せていきます。はい、こういう感じでね、乗せるやつなんだ。あとはか、うん、こうやってでも大丈夫です、自分で拾えばいいから大丈夫です。じゃあこのピンク、この子に合いそうなピンク、このピンクでいいか、このピンク、このピンク、こっちのピンクにします。かわいい、あ、かわいい、上手、早い。いらっしゃった、またちょっと何色だこれ、これ何色だと思う、ママ。これだ、オレンジか茶色か、なきの好きな色でいいと思うよ。でも自分も好きな色、うん、まあ、これにします。同じじゃなくてもいいもんね。こういうオレンジにします。それタコの足の部分かな、タコのウィンナーって書いてあったっけ、タコウィンナー、ウィンナーの中の部分かな、切って開いたさ、オレンジは俺の分だね、オレンジは俺の分、この肌色みたいなやつ、ママね、うん、この肌色、夏今時何、ペールオレンジだったっけ、何、サンリオって知ってる、知らない。さあキティちゃんとかさ、キキララちゃん知ってる、あ、知ってる知ってる、このママ作ってるやつ、今男の子と女の子のさ、ママが子供の頃憧れだったんだよね、こういうの。こういうの好きだった、うん、好きだったけどさ、なかなか買う場所とかなくてさ、いつも丸屋のさ8階だったかに行って、ちょっとした文房具を買ってさ、いや本当はこの色わかるよ、クリーム色だ、クリーム色、うん、崩れないように気をつけなきゃ、綺麗、あかんピンクのキラキラなんて何ある、ピンクのキラキラちょうどいいぐらいだった、ほんと。これ背景をね白にしてほしいね、すごい黒なくなった、ビーズのちょっと見づらい、待って、緑のキラキラ、ママキキララちゃんできた、キキララちゃんのキキちゃんだから、ララちゃんだから、ちょっとこのまま置いとく、何ができるの待っとるわ、
ダメだよ。ダメよ。ダメよ。ダメよ。こっちの方が入れやすい。マジかよ。そうしたらもう手で置いちゃえじゃん。手？どっちみち手でそこに入れるならさ、こうやって。もうこのままポコってそこに落ちないじゃん。いいや、手じゃ難しいよ。あ、そう。ここに入れる方がめんどくさくない？まあいいけど。もうそれもめんどくさいけど。まあ投げのやり方だもんね。うん。いいよな、好きなやり方で。よし、できた。はい。できました。できました。できたらお水をかけます。スプレーでかけます。こっからでですね。いきます。自分でできそう。親指当たりそう。ママやってあげようか。一緒に一緒にやろう。せーの。どう？かかってる？かかってる。かかってる。良さそう。あ、ちょっと机にこぼれましたけど、そういうもんです。 OK です。机に拭いてもらい、拭けばいいで OK です。じゃあこれ明日まで乾かしますので、また明日続きをお待ちください。じゃあちょっと乾く場所お比べで、ある人で早かった人がおったらコメント欄で教えてくださいね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。明日続き撮りますので明日までお待ちください。またこちらも見てくださいね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。俺は靴下が大好き。俺は靴下が大好き。靴下ぶん投げるよ。俺の臭い靴下です。ポー。1日経ちました。ちょっとここ乾いたけど、ちょっと剥がれてきちゃったけど、これ剥がれてみましょう。見て。はい、やってみて。これ、あ、一個違うし、見て。一個取ってからやろうか。一個ね、キラキラにしたの。おお、すごい。ナイスアイディア。いいね。ナイスアイディア。ここ押さえとくでいい。自分が好きなようにキラキラやっていた。頑張れ。あ、取れた。ほら、はい。自分が好きなようにね、こう一個だけね、こういうキラキラのところが一個だけね、こういうキラキラのやつ作りました。まあ、これ昨日のキキちゃんだからラちゃんです。好きなようにした？もともとこういうも色だったよ。それをちょっと前に作ったやつなんです、ね、作ったやつもあります。これモン吉。これなんだったっけ。なぎもうわかん。これママだったよね。風呂敷ちゃんだったかな。なぎは？ね、ペンギンとサメかな。ペンギンは、ミロリ。なんだったっけこのキャラクター。すみっこ暮らし。すみっこ暮らしのペンギンさん。で、これが、サメージス。サメージス。これ英語で言うとみんな何かわかりますか？正解、シャープ。クイズ出した？ママはね、ちょっとね、うん、この白いところの部分がね、失敗したんです。そう、だけど、そうやった。本当はそこに入れんことよかったじゃんね。だけどさ、そうやってやるとさ、まあいい気やってさ、全然猿に見えない。嘘だ。本吉ってこういう顔だね。でもだけど、桃太郎の話知ってる？知らん。桃太郎、うん、ある日川から大きな桃がどんぶらこどんぶらこと流れてきました。おじいさんとおばあさんは川でお洗濯をしている時に桃を拾いました。パカッ、桃が終わったら桃太郎が出てきました。桃太郎が出てきたら一緒に仲間になりました。そう、桃太郎はちょっとサメを倒しに行かんといかん。悪いサメがおるって言って、桃ちゃんは、桃ちゃんは仲間を連れました。タコさんウインナーと、サルのモン吉と、クレーンで釣り上げられたペンギンです。作った。
よし、僕たち仲間になってきびだんごあげるから、これきびだんごとして復活。きびだんご、はい、どうぞどうぞどうぞ。きびだんごあげるから一緒にサメをやっつけに行こう。それが俺のきびだんごだ。それが俺のきびだんごだ。盗んでやる。サメ、それ以上町のものを盗むんじゃない。キャーキャー、今のうちやっつけるぞ。あ、あれなんだ。バシャンバシャンバシャン、やっつけられてなぎ。まだまだダメージが足らないな。ドシンドシンドシン。まだ足らないな。俺はジャンプ、ジャンプの攻撃。なぎくん、なぎくんじゃない、サメさん。村の人たちが困ってるから、お話をまず聞いて。村の人たちが困ってるから、もう悪さしないで、そしたらみんなと仲間になって、一緒に町に帰ろう。いいんですか。いいです。仲良くしよう。じゃあ握手しよう。じゃあ仲良くなります。もう悪いことはしませんから。本当？うん、じゃあ一緒にさ、町に帰ろうよ、村に。きびだんごもあげるぞ。じゃあみんなできびだんご食べよう。村に帰ろう。口で連れてこう。っていうお話でした。村の人たちも喜びでした。どうだろう、ツタコの話どうやってやる？知ってる？うん。知ってる？教えて。村の中に小さな小さな卵を産み、うん、そしたら桃太郎がやってきました。うん。ねえねえ、桃太郎、何？うん、きびだんごをちょうだい。うん、いいよ。ありがとう。じゃあ僕も食べ物になろう。そうしたらみんなが起きて、うん、ママも手伝って。いいよ。はい。モン吉さんとすみっこ暮らしとサメと、うん、モン太郎は一緒にたくさんいいなと。モン太郎とか、うん。違う。すみっこ暮らしと、うん、モン吉とモン太郎は一緒に食べることになりましたが、うん、サメが襲ってきて、サメを倒そうって言ってるが、うん、サメが意地悪したから、サメが食べ物を盗みに来ました。うん、やっつけていいの？そしたら、うん、やっつけていいでよ。まずはこれから盗もう。ちょ待てよ、ちょ待てよ。あ、ちょ待てよ、来たね、出た。ちょ待てよ。じゃあこれだけはあげるとするから。どうする、仲直りするがいい、喧嘩するがいい？仲直りする。サメさん、一緒に仲直りしよう。いいよ、意地悪しなかったらいいぞ。もう意地悪しないから。意地悪したっけ、僕たち。だって食べ物をさ、俺食べてくれな、食べてあげてくれなくってでしょうが。ああ、そっか。じゃあみんなで食べよう。うん、わかった。でも、3人でしょ。だけどさ、2つしかないぞ。4人だよ。4人だから、半分ずつ食べよう。どう？俺、包丁で切られそうだから。チョキン。肉になっちゃう。サメも食べていいの？じゃあ。サメも食べて。肉も。ご飯になっちゃったの？サメも。サメが肉になった。お話？っていうお話でした。チャンネルじゃんけん、じゃんけん、ぽい。あ、また一緒だ。俺たちはパーになりました。勝った人は明日。アクラビーゼのやつで、モー太郎のお話とかできるかも。お！じゃあまたね。またね。また見てね。あ、パクちゃん。TikTok グラムをやってますので、じゃあ、ご覧ください。グッドボタンを押してください。じゃあ、それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。